やるしか道はねえわけだ。ん？警戒信号が。戦闘力710。どこだ？何？あのガキだ。クソ、故障か。反応がもう一つ。ここに向かってくる。一つ、二つ。戦闘力322と334。来やがった。貴様ら一体ここへ何しに来た？決まってんだろう。オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ？どこに隠しやがった？ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それよりまさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。勝負ってのはただ強きゃいいってもんじゃねえさ。こっちが作戦なんだ。聞いた風なことを抜かしやがって。ほい、うん、一瞬にして攻撃をしてくるとは。はっよっはっよっはっよ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 っもうお遊びはこれまでだ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。な、孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか？へへ、すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。ほんとか？どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔漢光殺法。しつこいやつめ。貴様だけだと？どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。されるつもりはねえさ。お遊びはこれまでだ。
死んでしまってはな。戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。
出したな。チョップをつかんだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。もうやめた。おとなしく このお力引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出る。そらそら、もっと苦しみ、次は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。このガキ。貴様まだそんな力が。ピッコロ、早くその技を。魔漢光殺法。